四骨湖は、北海道千歳市にある淡水湖。四骨東や国立公園に属し、日本最北の不凍湖となっている。約4 2四万年前に、四骨火砕流、四骨高化軽石を噴出した火山の大噴火によって、形成された四骨カルデラに水が溜まったカルデラ湖である。形成当初の形状は円形であったが、カルデラの円にエニワー竹、フップシダケが噴出したことにより、 現在のような、くびれた形となった。日本最北の不登校であるが、これは暖かい水が湖の深部に残存していて、水面を温めることにより、湖面の水温が下がりにくいので、凍りにくくなっているためである。しかし、低温の日が続いた場合には欠表することがある。最近の全面欠表は2001年で、その前は1978年まで遡る。また、 四骨湖は、透明度の高さで有名な、マシュー湖やバイカル湖に匹敵する透明度を有している。環境省の故障水質調査では何度も日本一に認定されている。湖の北西には、北海道三大飛の一つであるオコタンペコがある。地形図衛星写真北海道南西部に位置し、湖の周囲は約4 0トル最大水深3 6 0ル 平均水深265メートルである。国内では、秋田県の田沢湖に次いで、日本で2番目の深度となっている。面積は、琵琶湖の19ほどだが、最大水深は3倍以上もある。このため、貯水量20.90キロ立方メートル。屈舎路湖に次いで、日本で2番目に大きいカルデラ湖である。湖の北側には、いずれも活火山である。岳、南側には、 ウップ氏岳、孫崎山の四骨散々がそびえる。また、モラップ山、キムンモラップなどの低い山々にも囲まれている。アイヌ民族は、四骨湖、四骨ペの水源の湖の井で、四骨湖あるいは、四骨と呼び、改まった場合には、四骨手向こうやんぱらととえていたという。なお、四骨川は日本語で、四骨に通じることから縁起が悪いとし年、1805年。 現在の千歳川に解明され、後に千歳の地名の由来となった。なお、水深が深く、水底に枯れ木などがあるため一度沈んだら浮かんでこない、などを理由に、四骨湖であるという俗説もあるが、これは誤りである。鮭のふるさと千歳水族館によると、四骨湖に生息する魚類は、約15種で、人が持ち込む以前からいたのは、アメマスと花カジカである。 四骨湖漁業共同組合が第五市共同漁業権を有する。1894年により、アカン湖から移入されたジップの養殖事業を行っている。発願卵は四骨湖以外での放流や養殖に使われるほか、孵化した事業は四骨湖に放流もされる。成長した魚は組合員による漁獲のほか遊漁用としてほ、なお、 資源保護のため解禁期間は6月1日から8月31日までで漁業者、遊漁者共通の禁漁区域が設定されている。第二次世界大戦後、道路整備が進むまで、湖周辺へのアクセスは船に限られたため、水運が盛んに行われていた。明治時代後期には、ご両輪から切り出した木材をまとめたや、丸ごま温泉や、観光地へ向かう小舟が、 昭和時代になると、江庭鉱山や千歳鉱山から産出した鉱石を搬出する鉱石運搬船が加わった。1955年、企業船組合が発足し、人層や観光目的の船着き場が現在の場所へ集約。現在の商店街や観光施設が集中する契機となった。1960年には遊覧船の運航権が、 三井観光開発に売却。2014年時点で、カモリ観光グループの系列会社が運行を行っている。国土地理院。平成26年全国、都道府県市区町村別面積町故障面積。2015年3月7日閲覧。東京大学出版会、日本の地形に北海道。2004年。通称四骨湖を取り巻く環境の現状と変遷。 日本水産資源保護協会。P202014 年5月14日閲覧。故障の水質日本一に、四国湖環境省調査で6年連続。トマコマイ民法。http://www.tomamin.co.jp/.20131284642014 <Hey. S 1> 年5月14日閲覧。北海道三大飛行は、 赤ンの女と、上しホロの篠ののめとおこたんぺこである。また、赤ンの春ゅ下から子、つべつのちみけっぷ子、篠ののめで、北海道三大彦ということもある。死のレンジャー訓練的前選考の四人固定に、吸い込まる。朝日新聞昭和42年9月1日長官、12班、15面、四骨湖国土地理院故障出現長差四骨湖学の、すすめその十。 北海道地質調査業協会、四国湖畔過去の気象データ検索。気象庁。2019年12月6日閲覧。アイヌゴラテンホンジ、シコットペット、大きい、くぼみ、川の井。アイヌゴラテンホンジ、シコット徒歩アイヌゴラテンホンジ、シコットーハット、アイヌゴチメイリスト5から、シブ P51 から 60P、アイヌゴチメイリスト。 北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月19日閲覧。山田秀蔵、北海道の地名。北海道新聞社。1984年。歴史散歩地とせ。地とせし。2017年4月12日閲覧。アイヌご地名リストせ。月が P71。アイヌご地名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。 2017年10月19日閲覧。生き物パラダイス、アメマス、独特の反転化の証、東京新聞長官2018年12月23日。四国湖漁業協同組合とは、四国湖漁業協同組、ヒメマス増殖について、四国湖漁業協同組合、2014年5月14日閲覧。ヒメマス釣り、遊漁案内四国湖漁業協同組、 近代化産業遺産認定リスト、経済産業省、P72014 年5月14日閲覧、原始の森と湖に、四国湖丸駒温泉旅館80年史、P18 四国湖観光船、四国湖観光運輸ホームページ。ありがとうございます。